ちは、プレイマーツです。今回はホームケアについてお話したいと思います。ドラッグストアやコンビニで新商品や定番商品が手軽に購入できますが、市販のヘアケア商品と美容室で扱っている商品は狙いが違います。特にシャンプーは活性剤、洗浄成分が違います。市販の商品の特徴は泡立ちが多くて洗浄力も強く、コンディショニング成分をたっぷり配合しています。指取りが良くて洗いやすいですが、すすぎが悪いと髪に残り、かゆみや汚れの原因になることもあります。これに対して美容室で扱う商品の特徴は低刺激の洗浄成分で作られていることが多く、髪に優しいけれどきっちり洗い上げます。また pH コントロール、カラーなどの色あせることを防止する退色防止、アミノ酸やタンパク質の補給効果など、カラーやパーマをきれいにする保つための役割があるのです。以上がホームケアについてでした。では。